はい、皆さんこんにちは。夜の千葉散歩をやりたいと思います。めっきりね、日が落ちるのも早くなってきたんですが、今日も熊本ね、めちゃくちゃ暑かったです。32、3度あったんじゃないかな。3回着替えました。はい、ということでですね、ちょっともう明日お休みだからですね、夕方遅くまで頑張りました。そして一人でお片付けしたりね、お手入れしたりしてましたんで、今の時間になったんですけど、ちょっとね、夜の千葉散歩ね、やっていきたいと思います。これもうね、また来週月曜日、出動していく植物たちなんですけど、ちょっと見ていってみますか。はい、アグラオネマでーす。これはね、小鉢をですね、よく千葉散歩で見かけますよね。あのちょっと背が高くて下葉がなくなった小鉢をですね、何本か入れ込んでいるんですけど、すごいですよ。ほら見て、もうくね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 状態だけど、アグラをね、まあ、こうやってね、寄せ植えしてあげるととってもボリュームが出ますので、これ非常にいいんですよね。おしゃれです。しかもね、寒さに強いからめちゃくちゃ冬場重宝するんですよね。これ寒さに強いという思ってる人ね、ちょっとあまりいないと思いますが、意外にアグラオネマ、寒さに強いからね、これ本当寒い場所で、ね、そして葉っぱもね、まあまあこう、まあ、深い緑色してるんですけど、おしゃれなシック系の感じを出してくれるんで、僕ね大好きです。寒いところでですね、ちょっと寂しいと思う人ね、使ってみるといいですよ。はい、そしてね、これ、なんだかわかりますか？これ形めちゃくちゃいいですよね。一本ものなんですけど、ブワー。ね、シーグレープちゃんです。はい、まあ、最近ねシーグレープの8号鉢ぐらいかな、6号鉢ぐらいかな、結構たくさん出てますね。市場にも出てくるんですけど、ホームセンターでも最近よく見かけるようになってきました。シーグレープかわいいです。割と値段もね安いかな。はあ、でも寒さにね弱いから注意してください。僕のチャンネル見てる人たちはですね、シーグレープ育てるの上手になっていってるので、シーグレープのね育て方あんまりこうね配信してる人たちいないんで、ぜひねシーグレープ欲しい人は僕のチャンネルでですねお勉強してください。とっても簡単で、寒さだけね注意すれば大丈夫ですね。これもね、もともとはちっちゃかったんですよ。これねどのくらいだろう、5、6年かけてこのぐらいになったのかな。一回ねこれ葉っぱバラバラ落ちたりしてしょぼくなったりするのを何回も再生しながらねこういう風になってるんですね。この辺はほらほら古い枝だけど、この辺はねもう今年出たぐらいのね枝なんで、いろんな形にしてね遊べます。もうこうやって一本でねバーってなったらねとってもかっこいいし、これ使い勝手がいいですよね。はい、アルテシマゴムです。これもねいいですよ。これも形がね非常にいいんですよね。はい、幹は太いですね。葉っぱの色も、はい、いい。これは太陽の再生工場でね再生したアルテシマちゃんですけど、一回活躍しましたがまた戻ってきたんでね、はい、これになってます。でこれはカシワバゴム、最近ねバンビーノとかねやりましたけど、カシワバゴムの大きいやつです。これねこれもいいですよね。で、カシワバゴムこうやって、ね、下葉からこうずっとあると、この下葉からずっと残してあげるのがですね大事ですね。下葉しょぼくなっていくのはね簡単なんですけど、ね、こうやってやっぱ上になってくるとねちょっとずつ葉っぱがちっちゃくなってきたりするんですけど、こうやって、ね、まあ、頭を向いて曲がったりしますよね。とっても今の時期もねいいですね。がっつり寒いとこの間見たようにやられちゃうんで、はい。ということで、これはね、白のシェフレラ、はい、香港カポックの白ですね。フィーリーハッピーレローとかは黄色なんですけど、これは白。うん、これもいい。これは2ヶ月ぐらい前に買って、一度レンタルに出て帰ってきて、またちょっとね元気になったんで、明日明後日月曜日ね使おうと思ってるんですけど。こういう風に黒くなったりもします、ね、日陰にはあまり置かない方がいいですね。明るいところに置いてあげた方がいいです。乾燥もめちゃくちゃ強いからね。この白の斑入りが多くなってきますよね。これねこれね前はね僕が貸せばねそういうとこ置かないんですけど、ちょっと日陰にね貸しちゃってたんであんまり状態が良くなかったんですよね。なのでハウスに置いてるよりはですね外に出した方がいいんで、今回また外に出すんで、ね、はい。これもね皆さん、これね、カシワバゴム、
バンビーノ、どっちだと思います？葉っぱがちっちゃいからバンビーノっぽいけど、これはね、カシワバゴムですね。はい、こんな感じで同じカシワバゴムだけど、さっきのこっちのねやつとだいぶ違いますよね。でもこれがね、もともとこんな感じで裏もね茂ってたんですけどね、これがしょぼくなって再生して、しょぼくなって再生してがこれですね。こういう風になるんです。はい、なんかずっと楽しめますよね。いろんな形にもできます。はい、ゴムの木フィカス、同じフィカスです。全く違いますよね、こうやってみると。これもゴムの木、こちらもゴムの木、これはね湘南ゴムですね。アムステルダムキング、アムステルダムキングにもよく似てますけど、湘南ゴムです。はい、これもね秋口なんかいいんですよね。あんまり冬の方になるとですね、ちょっと寂しいような感じがするんですけど、秋口使うとねとってもいい感じになります。これも再生能力が高いんですけど、うん、水ねとっても吸うんですよね。僕ディーラーさんとか、これもっと大きいやつがあるんですけど、4メートルぐらいのやつがドンと置くとね超かっこいいです。はい、でコンシーネですね。これはねコンシーネ、やっぱね、まあこれ物はいいんですけど、コンシーネってほら皆さんが知ってるこんな感じの上がこうシャキンと立ってるやつですけど、時間が経つとねこういう風にゆらーって幽霊みたいになりますが、これボリュームがあってですね、まだ見れる方ですけど、しょぼくって幽霊みたいになってるやつはですねちょっと寂しくなるんですけど、はい、僕は結構大きいですよね、離れてみると結構あれですけど、はい、こんな感じと、そしてこんな感じ、こうセクシーコンシーネ、どう、ちょっと間引いてあげればいいんですけど、でもなんかやっぱ間引きすぎるとボリュームもなくなるし、幽霊みたいになってるのでボリュームが少ないと逆に見栄えが悪いんで、はい、これはこのままです。でもね鉢、そう鉢なんですよ。鉢が良ければこれもよく見えます。で鉢がしょぼければねあまりよく見えません、ね、この鉢のままじゃダメでしょ。でもこう壺の鉢とかね、いい鉢に入ったらね、こういうのも味があっていい風に見えるんです。はい、セフリジー、はい、これいい形ですね。下からボリュームがあってセフリジー、ね、こうやって、だから先ね活躍します。夏場ね爽やかなんで夏場活躍してそうですけど、セフリジーはね寒さにもかなり強いんでボリュームもあるし、結構法人さんなんか持っていくのにはですね非常に喜ばれます。はい。とても育てやすいです。ウンベラータ、このウンベラータはちょっといけませんね。これはね外しておきます。あ、でもねすんごい、これはねすんごいこれあれになってますけど、シワ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 、もう古いんですよね。でもボリューム満点。これなんだと、これもね日陰なんだ、日陰にレンタルしてたちょっとホテルのね部屋の角だったんですけど、こういう風になっちゃいました。でもねしっかりお水は入ってたんで頑張ってシャキンと持ってますね。でもこれは貸しません、カットして再生です。はい、お、ここにもコンシンネ、コンシンネ率がいいね。これはいいですね。さっきのよりはね幽霊みたいになってた、こういう風になってないと。徒長するとねまたこう垂れやすくなるんで、このぐらいだったので非常にいいです。でウンベラータですね。これもいい。これは茂ってる。この葉っぱね、この葉っぱからこの葉っぱになるわけがわからないですけどね。こういう人いると思います。で、これ茂っててもね、こういう風な状態だったらもうね、葉っぱ落とした方がいいですね。葉っぱ落としましょう。これはね、はい、後で落とそうと思います。じゃんじゃんじゃん。これもう、これね、こうやってやってますけど、まあ僕もまた準備するんですけど、スタッフ君がですね、気を利かせていろいろ準備してくれるんですけど、まあ経営者とですね、スタッフの違いということもあってですね、まあいいかっていうところと、僕じゃダメだっていうところもね、あります。ここにもありますね。これ僕がでかいコンシーネ。はい。こんな感じで、そしてね、これ。じゃじゃん、先ほどからカシワバゴムありましたが、これは明日ね、贈答用で持っていくカシワバゴムなんですけど、どうですか、これが本物ですよ。本物ですよじゃないんですけど、まあ仕入れたてですよね。仕入れたてほかほか、
めっちゃいいですよね。こういう風に綺麗に下から葉っぱが出てシャキーンとまっすぐなってる、これがね柏葉ゴムなんですけど、ね、まあ、仕立て方いろいろ、これね非常に物がいいです。そして先ほど鉢の話もしましたがね、見てドン、めっちゃいいでしょ、おしゃれじゃない。ちょっと洋風っぽいところにね置いちゃうのかなと思いますけど、これは足つきです。どのくらいあるのかな、僕の身長が1メートル80、まあ2メートルちょっとありますね、うん、いい感じ。これがさっきみたいになっていくんですよ、ね、でも頑張ってすればいろんな仕立て方になっていくんでね、うん、あれはムンベラータラですけど、いろいろですよ、ね、しょぼくなっても今度はこの幹がどん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 大きくなってね変わっていきます。で葉っぱ大きいんでね、蒸散ね早いんですけど、あまり暑いところに置きすぎていると冬、ね、暖房のところでいいんですけど、葉っぱが黄色くなりやすいです。はい、そんな感じなんですけど、まあこれちょっと葉っぱ落としましょうかね、せっかくこうなってるんですけど、はいね、まあでもね熊本マジで暑いです。来週ぐらい寒くなるとかは言ってるんですけど、それでもね10度以下とかにはならないと思うし、まあ 夜ねなったとしても昼間こんだけ暑いからですね、あんまり関係ないんですよね、植物を扱う身としたらですね、ずっとこの暑さが続いてくれればなんせ暖房代がですねかからなくて済むので、灯油代去年も高かったんですけど、今年もねかなり高くはなっているだろうと思うので、うん、なるべくですね暖かい日が続いてくれると懐事情にもですね優しくなってきますが、はい、でもね北海道ね先端の方はね地方ちょっと分かんないですけど、もうなんかマイナスとかなってるとこありましたよね、うん、日本って本当縦長なんですけど、もう今日マジで暑かったですから、はい、ということで今の時期でもね熊本はこうやってハゲチャビにして全然大丈夫です。今の暑さだったらですね2週間もすれば案外結構こういう風に、まあ、ここまではならないと思いますが葉っぱ乗ってくれるんじゃないかなと思います。はい、ということでねレンタルの植物をですね来週のやつなんですけど見せながら夜の千葉散歩をやってみました。まあ夜な夜なね作業することがですね、増えてくると思いますね、涼しくなってきて蚊もねあまりいなくなったんで、僕一人で仕事をする分には全然構わないので、夜な夜なの配信ねやっていこうと思いますので、はい、暗闇でうっすら輝くスパティも今花がめっちゃ咲いてるんですよ。真っ暗なんですよ皆さんね、よくこういうことやるとなんか後ろにいますよとかいう人がいますけど、ね、帰ろ鳥肌が立ってきた。それではまたバイバイ。